これまで聖書の物語の読み方、また聖書が一つのつながったストーリーであることを学んできました。でも実は聖書の 30% は古代の詩なんですよね。僕は3分の1が詩でできている物語なんて読んだことないです。聖書のあちこちに詩は出てきます。丸々全部詩の書もありますしね。ほとんどの預言者は優れた詩を書きましたし、神の言葉の大半は詩の形で書かれています。また物語が一旦停止して登場人物が詩的な歌を歌い出すこともよくあります。例えば出エジプト記ではモーセが海を割ってイスラエルの民を導いたことが記されていますが、そのすぐ後にそれと全く同じことを歌った美しい詩があります。どうして両方必要なんですか？どちらかだけじゃダメなのかな？詩には物語とは違う目的があるんです。違いを説明するよりまずは実例を見てみましょう。わかりました。まず物語の一部から。水は分かれ、イスラエルは乾いたところを行き、彼らの左右には水の壁ができていた。とても分かりやすい。はい。では同じことを歌った詩は？ああ主よ、あなたの鼻の息で水は積み上げられ、流れは壁のように立ち、大水は海の真ん中で固まった。なるほど、神の鼻の息とゼリーみたいに固まった水の壁か。生き生きとした描写です。詩は想像力をかきたてる言葉を通して体験できるアートなんです。そして聖書の詩は特定の手段を用いて書かれています。今からそんな芸術的な聖書の詩について見ていきましょう。詩の基本的な単位は行です。たくさんの行が集まって詩になるわけです。例えば日本の俳句にも五七五で三行というリズムがありますよね。たた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 た。聖書の詩はどんな形式なんですか？聖書の詩はいわゆる自由詩です。リズムを意識していないし、韻を踏んだりもしません。聖書の詩には構成がないってことですか？いいえ、別の種類の構成があるんです。聖書の詩はだいたい2行ごとに工夫を凝らして組み合わされているのです。1行目が基本的な主張で、2行目がそれをさらに発展させるようになっています。2行目は1行目を完成させたり、違う言葉やイメージを使い深めたり、また対比させたりするんです。詩編51編の冒頭を例にとって見てみましょう。詩人は1行目で神に恵みと愛を見せてくださいと懇願しています。どうやってでしょう？2行目で彼は背きを許してくださいと頼んでいます。つまり2行目が1行目を完成させているんですね。そうです。そして次の行は洗い清めることの隠喩で始まり、2行目でさらに鮮明なイメージを描きます。神殿の祭司が清めの儀式をすれば神の前に出られるというイメージです。つまり1行目のイメージを2行目で深めている。はい。3つ目の対は詩人の心の奥底の罪に対する気づきで始まり、続いてその罪が目の前に現れる様子を描いています。まるでそれが人の目に見えるものになったかのように。前に述べたことを対比させているんですね。その通り。このスタイルだと繰り返しが多くなりますよね。繰り返しが多いおかげでゆっくりと時間をかけて味わい、意味を思い巡らし、一つの考えについてあらゆる角度から見ることができます。そして2行の対がたくさん集まって一つのメッセージに集約されます。まるで多面体のダイヤモンドのように、それぞれの行が違う輝きを放ちながら一つの中心に集まってくるんです。この詩は許されて新たなチャンスを与えられることについて歌っているんですね。許されることを通して人は生まれ変わることもあるので、よく味わって思い巡らす価値のあるテーマです。聖書の詩は繰り返しの手法をもっと大きなスケールでも用います。主題となるフレーズが繰り返し出てくる詩がたくさんあります。それをリフレインと言います。始めと終わりが似たような連句になっている詩もあります。それはインクルージオと言います。緻密な構成なんですね。そうなんです。言葉のアートと言えますよ。これらの詩は繰り返しによって巧みに構成され、一つの詩のいろいろな部分を結びつけることによってより深い意味を持たせるようにできているんです。なるほど、古代イスラエル人の詩のことが分かってきた気がします。でも詩は習得したら終わりというものではないんです。聖書の詩はまるで底のない井戸のようです。ゆっくりと味わって思い巡らせば、次から次へと新しい意味が湧き出てきます。そして読む人の心を新しい方向に向け、新しい思いを与えてくれますよね。そうです。そして聖書の詩人にはそのための技法がもう一つあります。それは次のビデオで学びましょう。